時期に冷たい麺料理はいかがですか？甘辛く煮詰めたお肉が冷たいうどんによく合います。冷やし肉うどんをご紹介します。材料はご覧の通りです。では作り方です。まず鍋に材料 A を入れて煮立て、牛肉を加えます。汁気が少なくなるまで加熱しましょう。火を止めてそのまま冷まします。冷蔵庫でさらに冷やし、牛肉に味を含ませます。温度が下がるにつれて牛肉が味を含みやすくなりますよ。うどんは茹でて冷水にとります。水気を切りましょう。器にうどんを盛り、混ぜ合わせた材料 B を注ぎます。牛肉をのせ、大根おろし、長ネギ、天かすを添えましょう。仕上げに一味唐辛子を振れば出来上がりです。牛肉にしっかりと味を含ませることが美味しく作るポイントですよ。ぜひお試しください。